はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日は小学校受験関係です。しっかりしている子どもについてです。それでは西荻フレンドリースクール室長の近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、このしっかりしている子どもってなんか2種類あるかなというところが、3種類ぐらいかな。まず子どもが自分でしっかりしてるって思ってるのと、親御さんがうちの子しっかりしてるのよというのと、あとは周りの方がね、しっかりしてるわねっていうタイプと、なんかいろいろあるような気もするんですけど、うん、だからね、しっかりしてるっていう風な子どもにね、うん、幼児にって思うけど、まあ大体この何々ちゃんしっかりしてるわねっていうのは大体中学生とかね、はいはい、まあそのぐらいになって現れ出るものが、昔はねそういう幼児の時からそんなこと使わないんだけど、うんうん、でも今やっぱり受験とかそういうのがこう主流になってきた時に、あの学校が何を取るかっていうと、まあ、確かにペーパーもそうなんだけど、やっぱりちゃんと学校に通ってこれるか、うん、ちゃんと6年間自分できちんと勉強ができるかっていうことがやっぱり大きな目標なので、そういう子を取りたいと思ってるから、やっぱりこうあの受験をすると考えるんであれば、やっぱりしっかりしてる子どもっていうこと、うん、自分のことがちゃんと自分で管理できて、あの、まあ、何でもね自分できちんと言いたいことも言えてみたいな、そういうことを望んでるわけだから、そうすると自然とねしっかりしてくると子どもってやっぱり顔つきに現れるっていう、うん、でだいぶそうですよね、年長でも 3,4 ヶ月前のあの写真撮ってあったのがね、ちょっと猿の面つけたりなんかして写真撮ってたのがあって、はい、でそれをこうちょっと見たら、ああなんか今すごい何ヶ月しか経ってないのに、うちの生徒たちってしっかりしてるなって思ったんですよ、うん、そしたらうちの生徒の中でも何人かっていうか、まあ結構ほぼ全員かな、みんななんか幼稚園に行ってもしっかりしてますねとか、なんか変わったねっていうのが多いですね。そうです、あのだから最初もちろん赤ちゃんっぽかったんだろうけど、うん、でとてもしっかりしていらっしゃいますねって、ある時あるお母さんなんかは、どうやったらこんなにしっかりするんですかなんて聞かれたりもしてるらしいんですよ。だからそう、まずね私たちの最後の、あこの子たちは入るなって思う最後のゴールって、ペーパーもそうなんですけど、やっぱりもう顔つきがしっかりしてて、うん、もう1年生になってもおかしくないっていう、それが私の最終ゴールなんですよ、はい、それぐらい子供ってやっぱりしっかりさせなきゃいけないって、じゃあどうやったらしっかりするのかっていうと、やっぱり自分で、まあ、あのペーパーをやってもできないとか、まあ、できないことありますよね。でそういうことに対して自分もなんとかできるようにして、親任せじゃなくてね、うんうん、自分がやっぱりもっとできるようになりたいとか、もっといい点を取りたいとか、なんかそういうふうにまず自分が自覚して、それに向けてね自分がひたすら努力をすると、そしてちょっとずつ結果が現れてきた時に子供ってしっかりするんですよね。だからそれが親と一緒に勉強したりとか、いつも親と共に歩む、これも大事なんですけど、小学校受験っていうのは親と共に歩むんじゃなくて、もう小学校からは自分で頑張って、自分で連絡帳に書いて、自分で宿題を把握して帰ってこないと、もう分からできない世界になっちゃうんですよね、入学校に関して、ね、入学した後に、うん、はい、だからその前哨戦って考えた時に、もうやっぱり受ける段階でもう本当に顔つきもしっかりしてるとか、それってすごい大事なんですよね。だからもっと紐解けば、やっぱりあの受験写真可愛くあればいいなんて、笑ってて可愛いわじゃないんですようん、うん、その受験の写真っていうのはある程度賢く、うんうん、そしてこうしっかりした面持ちで撮れないと、最後にこの子どうしようかって言った時に絶対願書見ますからね、うん、その時にあった印象というよりも、また再度写真を見て、ああこういう子だったなと思う時に、やっぱりこうキリッとしたものでなくちゃいけないという、だから受験とあのしっかり者っていうのは私セットだと思うんですよね、うん、やっぱり先ほどから先生が言ってる通り、それはその周りの環境とか、その声かけとか、そういった大人の準備の仕方がかなり重要になってくるみたいですね、うん、そうなんです、うん、だから特に小学校の受験の勉強ってね、
受け身の勉強じゃないって、先生から何でもかんでも与えられる、それから親からも与えられる、ね、家に帰ってじゃあママと一緒に頑張りましょうねなんて誰々と一緒じゃないんですよ。自分が頑張らなきゃいけない、うん、だからうちなんか結構奇抜だからね、はい、あとすごい最近はもうすごいですよ。さあじゃあ始めようかなって言ったらみんながパッパッパッと気がついて、じゃあ僕この最近入った子までやりますからね、じゃあ僕ねこの、 あの見えないようなねこの縦札みたいなのありますよね、あの仕切り、あパーティションみたいな、パーティション、うん、仕切りの、あの、まあ、紙があるんですけど、もうそれパッパッパッと、じゃあ僕これ取ってくるねとか、うん、じゃあ私ここに置くねとか言って、あ授業準備、もうみんな授業準備パッパッパッとして、あのやるよって言っただけで、とかあとやっぱりちょっと今日なんかね私が部屋を散らかしててまずい年長の先生が来る先生大変じゃない片付けないと、そうこのままだったら、たらある子なんか先生ジャングルみたいになってるよ、うん、森だ森だって森っちゃ森かなとかそしたらもう一人のね女の子が来て、うん、先生手伝おうかとか、もうこの子に何ができるかなとか思ったら、あのファイルに出てたこうあの A4 のプリント、うん、悪いじゃあここはこのクリアファイル、ここはこのクリアファイルで全部挟めてできるかなと思ったらパッパッパッと入れてくれたりね、思わずありがとうって言ったんですけど、そういうふうにこう何か人のために役に立つことができる、誰も言わないのにこうこうこうしたら人に役に立つな、勉強するんだったらこういうものがやっといた方がいいなって、この個人のものじゃなくてね、全体を見渡してそういうこう準備ができるっていう、やっぱそれって素晴らしいなと思うんですよ。そうですね。そういうことが、例えば教室に行ってもうねクレヨン持って自分の座るところも全部用意されててっていう、うちなんかもう席はいろいろとその時によってこの子前にした方がいいなとかってこういつも変えるのでね、はい、でも必ず子どもたちが今日先生どこに座ったらいいかとかね必ず聞くから、じゃああなたはここねとか、うん、じゃあここは誰にしようかみたいな、そういうふうにこう聞いてくるし、ともかくその教室のやっぱりやろうといった時にこの準備がパッとできるっていう、でまあこれでね合宿でも行ったらもっとしっかりものになって帰ってくるんじゃないかと思うんですけどね、はい、うん、だからそういうこう受験のためにペーパーだけじゃなくてそういう精神的な親からの自立っていうのは合格には大変必要なものじゃないかと私は思います。はい、そうですね、はい、やっぱりしっかりした風にするのは簡単かもしれないけど、しっかり本当の意味でしっかりした子にするのは大変ですよね。だから親だけが認めるんじゃなくて、うん、やっぱり周りからも、でそのポイントは何かって言ったらもう本当に顔つきなんですよ、はい、だから常にねやっぱり日々、うん、どのように子供が変わっていったかっていう、はい、子供の顔つきっていうのは見てた方がいいと思います。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールではメールマガジンを配信しております。セミナーの先行情報、各種講座のご案内、由美先生の書き下ろしの記事などをお送りしております。無料ですのでよろしければご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。由美先生とマンツーマン形式で子育てに関すること、小学校受験に関する相談などを受けることができます。体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。体験授業、メールマガジン、相談会、各、お問い合わせ先とかは、動画の概要欄にリンク載っけてありますので、よろしければぜひご参照ください。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。西荻フレンドリースクールでは引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育、家庭での過ごし方や歌についてなどね、いろいろと幅広いテーマやっていこうと思いますので、よろしければぜひご登録ください。それでは本日も最後までありがとうございました。では失礼いたします。